こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。中ロの牽制を日米で交わす中、米軍の超音速戦略爆撃機が緊急発進する事案が起きている。中ロが合同パトロールと称して日本海や東シナ海を飛行に対応した。日本もまたスクランブルをしている。今回はこの B1 ランサーが緊急発進した状況を詳しく見ていきますね。世間では新型ウイルスの話ばかりですが、周辺国ではどんなことが起きているのか知るのも大事ですよ。韓国大丈夫か？2020年12月22日、中国空軍とロシア空軍に所属する爆撃機合計6機が、日本海及び東シナ海方面へ飛行し、この接近を受けて航空自衛隊機が、スクランブル発進を行っていたことが発表された。この情報の発表を行った防衛省によれば、今回飛行を実施した機体は、中国空軍の H-6 爆撃機4機と、ロシア空軍の TU-95 ツポレフ、爆撃機2機であったと報告されている。これら合計6機中のうち、中国空軍の H-6 爆撃機2機とロシア空軍の TU-95 ツポレフ爆撃機2機が、東シナ海上の五島列島沖合の上空で合流し、そのまま、今度は尖閣諸島方面に飛行したという。この4機の中国とロシアの爆撃機は、編隊を組み、尖閣諸島点手前の、宮古海峡上空を飛行して、太平洋方面に抜けた後、再び宮古海峡上空に戻り、今度は、北上して、そのまま飛び去った模様だ。実は、昨年2019年7月にも、中国とロシアの爆撃機による共同での編隊飛行は行われており、その際も、両国は、その行為を、今回同様に、合同での、パトロールだと発表した前例があった。翌12月23日には、アメリカ空軍の B-1B ランサー爆撃機がグアム島のアンダーセン飛行場から発進し、台湾とフィリピンの沖合上空から南シナ海へ進出しており、中ロ両国への牽制行動とも見られている。今回の中ロ両国の爆撃機の飛来に関しては、前述のように航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進を実施したが、お隣の韓国も同様にスクランブル発進を実施している。韓国は朝鮮半島南西方面の東シナ海上の同国が主張する防空識別圏に中国軍機が侵入したとし、中国との間で係争地となっている伊予戸島の干渉近辺であることから、事前通告は受けていたという。これについて、中国は韓国側に通常の訓練の一環だと伝えていた模様だが、ロシア側は韓国の主張する防空識別圏を前提として認めておらず、よって事前の通告もなかったという。今回も、ロシアの2機の TU-95 ツポレフ爆撃機は、韓国が自国領だと主張する。竹島沖を飛行しているが、前述のように、2019年の事例ではロシア機に対する威嚇のために、警告射撃も行われた経緯がある。
この時も航空自衛隊の戦闘機もスクランブル発進しており、ロシア側からしてみれば日韓両国が自国の領土だと主張する竹島だけに、実際の武力衝突には発展しないとの判断もあるのだろう。甚だ不謹慎な仮定かもしれないが、個人的にはこの竹島上空で韓国軍機がロシア軍機にダメージを与える攻撃となった場合、国際的にはどのような扱われ方になるのかも非常に気になる。ロシア側からしてみれば、韓国の領空ではない場所で実際の攻撃を受けたとして、同国を厳しく非難するだろうが、その立場を取ることは、すなわち、竹島は韓国の領土ではないと見ていることを意味する。すると、これを主張することは、暗に竹島は日本に帰属していることの暴走となり、韓国対ロシアならば、アメリカとしてはロシア非難をしたいところだろうが、そうすると、日本との関係に齟齬が生じかねない。中国も今回を含めて、ロシアと合同パトロールを行う関係なため、ロシア側の肩を持つ可能性が高いと思われるが、そうすると竹島は、日本だと認めることにつながり、ある意味不都合だとも言えそうだ。さて、こうした竹島をめぐっての周辺国の思惑は様々だが、日本にとっては、これ以外に、尖閣諸島では、中国、台湾と北方四島をめぐっては、ロシアとそれぞれ領有権を争う立場にある。政治的には、決して領土問題で譲歩することは得策ではなく、一度でも相手側に譲歩する姿勢を見せることは避けねばならないが、実効支配を許してしまえば、交渉での奪還はほぼ不可能と言えるだろう。この現実は、仮に尖閣諸島への中国軍の上陸を許したした場合、もはや政治交渉でこれを取り戻すことはできず、戦後日本が一度も実施したことのない軍事力による奪還を目指すほかなくなる。実際、それに向けた準備に自衛隊および日本政府も取り組んでおり、陸上自衛隊への水陸機動団の新設、護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化など有事を想定したものだと考えられている。しかし、それを実際に行うには、あまりにハードルが高く、抑止力として、その能力を整備してはいるものの、装備だけでなく法整備も覚悟も不十分な現状では、絵に描いた餅となる公算が大きい。何より、すでに、ロシアとの北方四島や韓国との竹島問題で、日本は有効な対策を実行できず、事実上、相手方の実効支配を許容し、実際にそれらを取り戻すことは、諦めてスローガンに止めているのが実情だ。そうした現状に目を向けず、あろうことか、この2020年のアメリカ大統領選挙でトランプを支持し、中国を攻撃したいばかりに、ロシアのプーチン大統領を崇める言説すら発生しているのは、理解に苦しむ。